バレーボール第12回 V リーグは2005年9月24日から2006年3月18日にかけて行われた V リーグの大会である。例年より早く女子大会は9月に男子大会は10月に開幕した。男子4回戦争あたり女子3回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームがセミファイナルラウンドに進出。 ページシステム方式にて優勝を争う。10月8日、10月9日、10月10日、10月15日、10月16日、12月10日、12月11日。1レッグの結果、12月17日、12月18日、12月23日、12月24日、12月25日、月25日1月7日、1月8日。 2レッグの結果1月14日、1月15日、1月21日、1月22日、1月28日、1月29日、2月5日。3レッグの結果2月11日、2月12日、2月18日、2月19日、2月25日、2月26日、3月4日。 4レッグの結果、3月11日、3月12日、3月17日、3月18日、堺が2連勝し、第3戦は行われなかった。3月11日、3月12日この結果、朝日火星と、豊田豪星が、次期プレミアリーグ残留を決めた。 9月24日、9月25日、10月1日、10月2日、10月8日、10月9日,10月10日、10月10日、10月15日、10月16日、12月3日、12月4日。1レッグの結果、12月10日、12月11日、12月17日、12月18日、12月23日、12月24日、12月25日、1月7日、1月8日。 1>, 1月14日、1月15日、にレッグの結果、1月21日、1月22日、1月28日、1月29日、2月4日、2月5日、2月11日、2月12日、2月18日、2月19日、3レッグの結果、2月25日、2月26日、3月3日、3月4日、両者一勝一敗となり、優勝決定は、第3戦に持ち越された。 3月5日3月11日3月12日、この結果、連想が次期プレミアリーグ残留を、トヨタ車体が昇格を決めた。ありがとうございます。